カイトがマックス。カイト。そうか。カイトか。地上の人類たちに期待しよう。地球が元の姿を取り戻すまでデロスは再び眠りにつく。世界各地のバーサークシステム活動停止を確認。ありがとう。こちらこそ今までありがとう。地球の未来は君たち自身で掴んでくれ。お別れだ。今の僕はもう一人じゃない。光の者たちよ、なぜ闇を恐れる。全ては制約に支配された素晴らしい世界を。いやー
イナルメテオル解禁。増幅できるファイナルメテオール。ファイナルメテオールですと？メテオールはそもそも我々人間がウルトラマンの心に応えるためのもの。そう、この日のためにあったものだ。みんなベビーブナイトシュートでスペシウムに挑むダイザー撃て。太陽の光は消せはしない。なぜだウルトラの父、なぜノーノーと太陽に照らされている命を救おうとするか。闇こそが永遠の世界なのだ。光があるからこそ闇もある、闇があればこそまた光もある。私たちは今日まで勝利を信じて共に戦ってきた。ああ、地球の未来が今俺たちに託されているんだ。どんな強敵にも負けずに戦ってこれた私たちなら地球も必ず守り抜ける。そうだ、俺たちに叶えられない夢なんてない、たどり着かない未来もない。我々の力を、我々の未来を。サコミズ、サコミズ、共に行こう。今こそ君の力が必要だ。
なぜだ、なぜヨガウルトラマンごとき、ヨはウルトラマンに負けたのではない。そうか、人間のちっぽけな希望という光にウルトラマンと人間の絆に負けたのか。ヨガ、ヨガ、光になってゆく。聞こえていますか、ウルトラの父。僕自身にしか見つけられないこと、大切なものは今確かに僕の胸の中にあります。大丈夫、地球は俺たちの手で守っていける。
人類をやり上げた。最後の瞬間がよりによってあなたと一緒だなんて、一生の不覚ね。そうか、俺は光栄だな。この世界のために人知れず戦い、人知れず死ぬ。エージェントとしてはこれ以上ない最後だ。あの日の約束果たしたよ。ジン。帰るのね。元の世界へ。ああ。二つの世界は救われたんだ。まさかお前が本当に救世主だったとはな。今までた。一人で戦ってきたのね。ありがとうジン。いや、みんながいてくれたからだ。ありがとう。そして彼。ウルトラセブン。